はい、渡ってみましょう。はい、ここに石碑がね、戊辰天皇陵。嵐山神社までもそこからだいぶ近いんですけどね、ずっとね、登ってきた嵐山神社ですけど、左に降りて150メートルぐらい行ったらね、天皇陵がありますからね。はい、見えてきました。はい、悲劇の天皇でございますね。誰やって馬子さんやんだっけね。馬子さんにね、殺されました。はい、戊辰天皇陵でございます。ここがね、戊辰天皇陵とされとるんやけどね、先ほど、はい、先ほどね、赤坂天王山古墳に行ってきましたけどね、そちらの方が神道じゃないかと言われたんですけどね、どうでございましょうかね。ここも一度、コロッと回ったんやけどね、70メートルぐらいだったかな、この古墳。あのマウンドがちゃんと見えなかったけどね、どうなんでしょうね。横は川になってますけどね、横はね、川が流れてます、綺麗な川が。ほら、綺麗な川でしょ。確かね、ここのあの古墳はマウンドが見えなかったんだけどね、以前回った時にね。ほんでおかしいんじゃないかって一人ごと言うとったんだけど。おお、イノシシ掘っとるぞ、ここも。これが天皇陵とするとね、普通は石棺とか石碑作って入れるんでね、マウンドがあるんやけど、マウンドが見当たらないでしょう。ほぼ平らでございますからね。これどうもおかしいと思って以前回った時にね、ここのとこちょっとも持ってあるんやけど、ね、全然やっぱり大きさも違うし、あれの赤坂天王山古墳でね、あれやっぱり可能性が高いかな。天皇、紫春天皇の古墳としてはね、ちょっと違和感あるかな。これマウンドは全然見えたらんからね、マウンドが見当たりません。前来た時はもっとね、ヤブなんだけど、反対側はものすごい緩くなったんやけどね、入れてもだけど。長方形やな。一周回ってみましたけどね、どうも不可思議なことがいっぱいありました。カエルがいっぱいおるね。ああ、一周回ってましたけどね、どうも天皇陵にしてはちょっとね、疑問が残るかな。まあ中にはね、ちょっと入ってもうたけど、こっちものすごい緩かったんやけどね。はい、ありがとうございました。戊辰天皇陵でございました。ちょっと疑問残ります。